人間魚雷回転は、1955年に公開された、新東宝製作の戦争映画。監督、松林宗計、脚本、須崎克也。主演は、岡田英二、木村磯モノクロ、87分。1954年に出版された元海軍中佐で、海軍予備学校の教官だった、津村俊之の表した、人間魚雷回転をベースに、 元海軍予備士官の須崎克也が脚本を書き、元海軍士官の松林総慶が監督を務めた。海天特別攻撃隊菊水隊隊員たちを主人公として、1944年秋から物語は始まり、訓練、出撃前夜、出撃の三部で物語が構成されている。聞け、わだつみの声、うんがルルる,るてにに次ぐ、学徒兵の悲劇を描いた作品で、 兵学高卒の軍人と予備士官との間の、シャバッケという言葉に象徴される、意識の断絶と、いやなく、死へと追いやられる者たちの思いをテーマとして色濃く描いている。珊瑚礁の海底、海藻の中に朽ちつつも、原型を止めたままの人間魚雷、海底が一気をこだわっている。浸水した艇内の錆びた、特眼鏡に刻みつけられた、 19年12月12日1530、がみだ生存セリの文字が白く光る。昭和19年、菊クる秋、嵐部隊を打つ陶器地帯。特攻兵器、海天の隊員に選ばれた男たちに、時々刻々と出撃の日が迫る。当初15人いた、海天搭乗員の海軍予備士官のうち7人は、すでに戦死、あるいは訓練中に殉職している。 景気の不備のために、岡田少尉が殉職し、残された仲間たちは、家の前で、岡田の母校、明治大学の校歌を歌って、彼を忍ぶ。その歌声を耳にした、海軍兵学校出身の陣の内隊員は、貴様たちの今のシャバッケは何だ、と一同を整列させ、予備士官である彼らの心根を強く非難する。同じく予備士官である、咳や中尉が止めに入るが聞き入れられず、 関谷を含め全員が、陣の内の鉄拳制裁を受ける。暗感たる思いの一同のもとに、出撃していた村瀬少尉が姿を現した。手の故障で発信できず戻ってきた村瀬だったが、以前にも同様のことがあり、二度の出撃失敗に複雑な思いを抱いていた。村瀬の思いを察して、いたわりの言葉をかける朝倉少尉。 流国大学出身で創籍を持つ河村少尉がおどけながら掲げられていた村瀬の遺影を取り外す。玉井少尉は目をかけていた北村上悲壮も村瀬と同じく出撃を果たせず基地に帰ってきたことを知り、生への一流の希望を見出し安藤と喜びを覚えた。数日後、訓練中に朝倉の乗った回転が操作不能になり、海底に沈んでしまう。 救助艇にも気づかれず、必死の努力で何とか自力で艇を浮上させた朝倉は、ハッチを開け新鮮な空気を胸いっぱいに吸い込み、生きているということに感動を覚える。海沿いの小径を歩く、女の子たちの歌う赤とんぼが聞こえてくる。浮上した朝倉を発見し、救助に来たたまいと、村瀬たちに、生きてるってことは文句なしに素晴らしいぞという朝倉だが、 妙長出撃の命令が下ったことが告げられる。出撃前夜、他の士官たちは、主権少佐と共に外出したが、朝倉は数と宿舎で過ごす。散歩から帰ってきた朝倉は、彼らの世話係を務める二人の老水兵が、古参水兵から理不尽な鉄拳制裁を受けている場に出くわし、特攻隊への申し訳、海軍の伝統と精神という言葉で暴力を、 正当化していることに強い怒りを覚える。特攻隊に出撃していくのは誰だ貴様たちかと、古参兵に怒りをぶつけ、俺は今から特攻隊の名において、貴様たちを修正すると拳を振り上げたものの、人間を人間として扱わないこと。それがもし、帝国海軍の伝統なら、大変な誤りだと、学生上がりの予備士官が言い残して出撃して行ったことを、 時々は思い出してくれと言い残して立ち去る。部屋に戻って、関東の純粋理性批判を読んでいると、世話係の一人、田辺一水が、兵役に着く前は、大学で教師をしており、母校の東大の先輩と知り、最後の夜を二人で語り合う。市地に向かう優位の若者を前に、田辺は、いたたまれず、死なないでくださいと訴えるが、朝倉は、自分たちは、 無謀な戦いを無謀なものと気づかせるために死んでいくのだと答え、エスイストガツとカントの最後の言葉で自身の心境を表現する。朝倉以外の仲間と主演に参加したものの割り切れない思いに苦しむ玉井は彼を訪ねてきた婚約者の幸子と出会い、最後の時を共に過ごす。そして様々な思いを胸に彼らは出撃の朝を迎えた。 靖国神社の軍事博物館に展示されている特攻兵器回転一型シナリオにはあるが映画からは削除された主なシーンと相違部分をおむね高評価ではあったが当時まだ新人であった須崎克也の脚本家としての力量不足と冒頭とラストのモノローグについては脚本家の主張が全面に出過ぎていることが難点として指摘されている演出に関しては ミニチュア撮影の稚拙さと、赤谷邸発信の際に、爆雷の振動が止んでしまうことが演出ミスではないかと指摘されている。虚しく、海底に座した朝倉邸と、それに気づかず、意い揚々よと引き上げてゆく、異法潜水艦という締めくくりについては、両者の対比によって、朝倉少尉の虚しさと孤独感が際立ち、効果的な要因となったと評価された。演技面では、 デビュー間もなかった、打つ意見について、演技者の硬さもあって、台無しと、辛口の評価を受けているが、すでに劇団、聖杯の中心メンバーであった、岡田英治と木村磯尾の絶望を表す演技については、秀逸と評価されている。ありがとうございます。